ダグラス・ムーアは、アメリカ合衆国の作曲家、教師、文筆家。舞台音楽や還元楽曲、映画音楽なども作曲したが、英語オペラ、悪魔とウェブスター博士や、ベイビー・ドーのバラードの作曲者として有名。ニューヨーク州ロングアイランド出身。詩人で、米国議会図書館司書のアーチボルド・マクリー氏とは、学生時代からの友人で、共同で、 オペラ創作に取り組むこともあった。1917年にイエール大学に進んで、ホレーショパーカーとバンサン・ダンディに支持するが、第一次世界大戦で海軍に従軍した。除隊後バリに留学して、ナディア・ブーランジェに支持。1921年に、クリーブランド美術館の音楽監督に就任しながら、エルネスト・ブロッホの下で研鑽を積んだ。 1926年から1962年まで、コロンビア大学音楽学部で教鞭を取った。音楽の鑑賞に関する2冊の著作を残しており、アメリカ文芸アカデミー国立研究所の総裁も務めた。ダグラス・ムーアは、クイーン・シー・ポーターと似たような経歴をたどったにも、かかわらず、作曲家としては、性格的にも作風においても、対照的であった。 公共局位長長に示されているように、同時代の新古典主義音楽にも関心があり、クイーンシーポーターと違って、厳格な絶対を音楽の作曲家として生きられなかったことを悔やみもした。しかしながらムーアは、天性の旋律家であり、エルネスト・ブロッホの訓等を受けたものの、ロマン派音楽以前の伝統と隔絶することは、できなかった。バーバーと同じく新ロマン主義の作曲家に、 分類することができようが、バーバーと違って、大衆音楽やアメリカ民謡の影響を受けており、オペラの題材選択に関しても、アメリカ西部開拓時代の史実を用いたり、テレビ業界を舞台に現代人の日常生活を揶揄的に描き出すなど、旧市パーカーの恩師、チャドウィックの思考や創作姿勢に返り咲くようなところがあった。また、バーバーのようにはオーケストレーションに重厚さや、 カレーさがないものの、明晰さと透明感があり、なおかつ色彩的で、効果的である。ベイビードウのバラードの、ベイビードウのアリアは、最近アメリカ出身のリリックソプラノに人気があり、好んで録音されるようになりつつある。その他の代表作に、弦楽史重奏曲、歌劇、大地の巨人、頭のない機種、鳩の翼、室内オーケストラのための、農場日誌、弦楽合奏のための、 コティオン組曲がある。公共局委長長の録音は日本フィルハーモニー管弦楽団によって行われ、これは今日 CD でも聞くことができる。ありがとうございます。